その辺でドッジボールとかもしてました。外で遊ぶことが多かったですね。私の生活ですか。でも明るいところですかね。本当は普段の自分のままで行きたいんですけど、でもやっぱりその緊張したりするからうまく喋れるかなとか、体が固まっちゃわないかなとか、ちょっぴり不安です。経験が少ないのでAV でいろいろな経験をして、いっぱい気持ちいいことをしてみたいです。気持ちいいことが好きなので。愛賀瑞希19歳です。今は大学1年生です。今日は初めての AV の撮影でとても緊張していますが、よろしくお願いします。普段お茶したりとかする友達と、アフタヌーンティーすごい行きます。こういうなんかおしゃれなお菓子とかも出るの。出ます。写真撮って、これなんてマカロン、ん四角いマカロン食べましょう。甘いのは好き。誰がいい？僕ね、いいっすよ、先に。なんだろう、何がいいか。あ、やっぱり。やっぱり？女の子っぽい。ポケブリ。やっぱり。甘いの。なんでなんかさ、なんかすごい背筋がなんていうピンっていうかさ。なんでこうなんか座り方も。多分緊張してるかも、まだ。じゃなくてなんかさ、育ちがあれなんていいんじゃないですか、もしかして。いや、厳しかった。親は厳しかった。音源とかもあって、夜は全然遊びに行けなかったです。7時。7時そう。そう、だから友達と夜ご飯食べに行けない。だよね。7時にはもう家にいない。家にいなきゃいけないから。で、1分遅れたら、うん、鍵閉めて、でどっか行ってもダメみたいな。習い事はピアノと水泳と少林寺拳法やってました。覚えてる範囲、こうなんか相手をかけるとか、例えばこう来ました、来たらこうやって、え、いや、本当は倒すんですけど、え、口ずさみながら。めっちゃ恥ずかしいんですけど、え、いきますよ。ダーダーダダ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 、めっちゃ恥ずかしい。あと好きなのは背泳ぎが好き。背泳ぎがで、上に来てたら片方下で、水面に着いたら片方上がってくると、ね、横に書くみたいな。横はダメでしょ、いいんですか。なんか下に書いてない、私は横にあって、あ、脇の下見ちゃった。反対ですか。スケベの男は嫌いですか。好きです。危ない。地元はすごい田舎の方ですね。今は大学で上京して東京に住んでます。すごい自然が緑豊かで、この中で育っちゃいました。山とかもう虫とかもいっぱいいて、で周りにコンビニとかも全然ないような、すごい田舎なところです。でも涼しくてとっても気持ちいいですよ。東京に来て電車来るの早って思って、もう次のやつが来るの。そう全然待てますみたいな。一応理系の大学に行ってて、獣医学学んでいます。動物大好きです。犬を飼ってます。犬のモノマネ。ワン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 、恥ずかしい。今日は AV の撮影です。好きです、エッチなこと。自分でするのも気持ちいいし、
手がいてエッチするのも気持ちいいです。自分のことは物理スケベだと思ってます。初体験は18歳です。場所は一つ上の先輩のお家でエッチしました。めっちゃ痛くて、やっぱりすごいかった。そう、みんなからやっぱそういう話聞いてた。場所痛い痛いみたいな、本当に痛いじゃんって思ってそれは成功中かなんていうか、最後までできたわけ。それでは途中でもう私が泣いちゃって痛い、痛すぎて、そうで、やめて、やめて、で、2回目、その日だったかな、リベンジして、で、2回目からもう全然びっくりするぐらい痛くなくて。え、そんなに短時間で？え、そう、こんなに変わるもんって思って、すごい、すごいね、びっくりした。めでたくめでたくめでたく大人になったわけですねそう、階段登りました。登ったね。でもね、今もね、新たな階段登ってますよ確かに今日デビューそうですね、ついにすごく緊張してます。興味はずっとあって、うん、え、ずっとずっと、結構ずっとあ、そう、見るのがいいのか、出てみたいなとか。あ、出てみたいなって思って。好きな女優さんとかもいるし。あ、そうなんですよ。同じようになってみたいな。天塚萌えさんとか、桃の美香奈さんとか、 あと深田恵美さんとか。性欲はそうですね、強いと思います。一人エッチします。週に3回以上とか、寝る前とかによく感じやすい方なんですかね。多分自分では他の人が分かんないから、まあまあちょっと何とも言えないけど、このエッジですごいなんか気持ちよかったって、なんか印象に残ってるとか。タイとかだと、何でも、後ろが好きかな。そうなんだ。ちょっと違うの、前からとかと。あ、なんか全然違う。なんだろう、入り方なのかな、なんだろう、なんだろう、当たる部分っていうか、すごい、もうエロい話してますね激しすぎず、かといって、なんだろう、あんまりソフトすぎずたまに激しいのとかも好きですね。今ってさすがにまだエロい気分にはなってない、うん、ゼロではない、うん、ゼロではないこれでしょとこう単純にこう触れ合うだけとか、よくない、熱い、ちょっと熱い、体熱いってよく言われ、体温が高いの。体温はでも高いかも。くすぐったがり。感度ってどうなんでしょう。触ってする、触ってする、ダメ、ここダメ、ちょっと困らしちゃう。性感帯ってどこだろう。性感帯、性感帯、まあ今ほら耳いいって言ったじゃん、首、首もそうだし、こことか、こことか、こことか一番好きなの、一番好きなの、もうどこの、いろいろあるじゃん、この中でも、あ、メガネ、これですか、はい、これ、普段から
メガネかけてます。やっぱ全然雰囲気違うね。あ、そうですか、はい、いい意味でですか。あ、いい意味で。あの、前回スタジオで撮影だったじゃないですか。はい、今日はちょっとホテルで行こうと思います。 AV 男優さんと二人っきりでセックスしてもらいます。部屋で二人きりですか。今もう男優さん待っているので。あ、そうなんですね、はい、でそこに、まあ、僕は行かないんで途中まで行きますけど。え。部屋にはもう一人で、はい、水木ちゃん一人で行ってください。え、すごい緊張する。ドキドキなので、あまり、また明日も学校なんですよね、はい、そうですね。で、時間ないっていうことなんで急ぎましょう。はい。学校帰りにハメ撮りセックス行きましょう。はい。